以前芸術工房のいいことスイッチ、いいことスイッチ、はい、私です、よろしくです、みんなです。はい、ということで本日はですね、アイドルたちにね、まあ、ギリギリトークっていうテーマで動画を撮ろうということなんですけども、ルールはですね、いろいろぶっこんでもらって細かくね、見たらアイドルってイメージ大事じゃないですかね、とかね、ちょっとそこをですね、面白おかしくやっていただきたいなと思います、はい、よろしくお願いします。いいことスイッチ、イエーイ、よしゃです、くんにゃんです、りんにゃです、すいまいにゃ、くんにゃんです、ささんです、くんちゃんです。はい、ということで本日の企画は、通天閣のアイドルとかね、はい、いろいろやってる子たちなわけですよ、うん、まあ、言ったらもう一般の人とはちょっと違うじゃないですか。まあそうですね、まあちょっと違うでしょう、はい、でノーカットで、まあギリギリぶっちゃけトークをしていただきましょう。それでも皆さんこれから楽しんでいってください。それではどうぞ。誰からもう始まってる、彼氏いるんじゃないのとか、そういうギリギリをするんです。もうギリギリを買おうというどうなんサクさん、何がですか、実際のところどうなんですか、実際のところですか、実際のところですか、マジで何もないです、うん、いや逆にリーリアはどうですか、あ、おー、え、逆にリーリア、大人の女性で、大人の女性で、大人の女性っていうほど大人の女性でもないね、いやね、いやね、いや、ね、いやどうなんもないですよ、もうちょい攻めれるな、これな、どうなんみんなもうちょい攻めれるな、じゃあ、え、何ですか、くっちゃん今好きな人おる、いやいやいや、みんな、皆さんが好きで正解だね、正解正解正解言うかもしれない、え、じゃあなんか、うん、恋したいなとかは思わないんですか、なんかゲームでいいんですか、うん、喋ってないで、いや、むーちゃんなんかあるんかな、いやー、なんかなんか、大学とかに行ってたら、なんかそういう話題がちょっとあったりするから、マジでないな。じゃあもう、リーダー先生もバンと行ってもらって。え、これでも今後に関わりますよね、結構。いや、大丈夫です。なんか、いいかな、言っても、これこの間、ちょっとあるファンの人に相談されたんですけど、え、DM 来てって、うん、え、なんか、そのまま最近、彼女ができましたって、で、なんかそれが、実は今のまあある人やって、ええ怖っ、なんかリーダー、一応リーダーしてるじゃないですか、だからまあリーニャは言わんと思うから、リーニャには報告しとこうかなと思って、あるあるですね、で、まあ DM 一応禁止されてるじゃないですか、だから書いてないんですけど、この間その人がライブに来て、で、まあ、こっそりちょっと聞いてみたんですよ、ほんまなんですかって、正直そんな言われても信じれないじゃないですか、はい、証拠があるわけじゃないし、はい、ちょっと写真見せられて、写真撮ってたんですよ、え、これは、うん、それは誰のそれ言いますか、言ってもうそれ言って、もうバッと終わりますサクさん、え、待って、はい、ありがとうございます、なんと話、これで終わります、これで終わります、ありがとうございます、ありがとうございました、はい、これでもう動画終わります、はい、え、なんで、じゃあサクさんちょっと後でちょっと喋りましょうね、え、サクさんおいで、はい、いいねがですね、ぶっこんを見ましたけども、まあそれすごくありますね、見てないですか、
セグラフィーですね。ここからですね、まあ、正面です。リーナとサクさんが、サクさんめっちゃ泣きながら覚えてください。待って、消えたか。目薬、目薬。リーナはめっちゃ怒ると。これは怒ってる感じだと。ということで皆さん、これが女優の力でございます。怖い。これが一番怖い。それでは皆さん、どうぞご覧ください。はい、ということで、ラッキーでした。ありがとうございます。女優とかね、このやってるからにはね、演技とかね、できるんじゃないかなとか、うまい返しできるんちゃうかなっていう、そういう検証とかでございました。ということでですね、まあ別にやばい内容なんか一切なかったんですけども、全く一切なかったですよ。なかったですけど、まあ1ミリでもね、あのイメージに関わることがあればダメだなっていうことで、途中 B であってカットがね、対応されてるとは思いますけども、皆さん、まあ、変な憶測もね、せずにですけども、最後の木戸さんとリーニアの演技、そして疑う皆さんっていうのをですね、楽しんでもらえればと思います。それではまた、さよなら。